衛星測位システム。衛星測位システムとは人工衛星から発射される信号を用いて位置測定、後方、時刻配信を行うシステムを言う。衛星測位システムはいずれも地上に設置された基準点に基づいて位置を測定している。位置とは地球上の位置を言う。しばしば基準点の必要ない衛星測位システムとの記述があるが、 これは利用者が用意せずとも良いという意味であって、システム全体として見た場合は必ず基準点はあり、原理的に言って例外はない。基準点は衛星測位システムが実現する座標形を決定するため、位置計測の上では不可欠であり、最重要の要素の一つである。基準点が異なる場合、即位結果は異なることになる。また、基準点の扱いを誤ると、 正しい位置を測定できない座標形が不整合になる等の問題を引き起こすため特に注意が必要である。このため基準点は政府や公共組織が運営していることも少なくない。日本では国土地理院が電子基準点を GNSS 連続観測システムの構成要素として全国に約300点設置している。2016年頃からの安価な。 RT 計測1チップの市販など位置情報の精度向上に伴い位置測定結果が取引や証明で使用される場合誤った位置情報の取り扱いで損害が生じないか関連業界では心配する声がある例えば位置情報ビジネスにおける取引や警察等の保安活動で活用される位置情報機器類スマートフォン及び電子デバイス等が 法律的に正しい位置を取り扱えているかという課題がある。海空交通の分野では衛星広報システムと呼ぶ。衛星広報とは複数の広報衛星、人工衛星の一種が広報信号を地上の不特定多数に向けて電波送信、放送し、それを受信する受信機を用いる方式の広報、事故の位置や振動を知る仕組み、方法を指す。システムは 広報衛星群とそれらを完成するいくつかの地上局から構成される。衛星広報システムの草分けは、軍用のトランシットである。地理空間情報活用推進基本法、平成19年法律第63号の第2条4項に衛星即位が定義されている。これによれば、人工衛星から発射される信号を用いてする位置の、決定及び当該位置にかかる時刻に関する情報の、 取得並びに、これらに関連付けられた移動の経路等の情報の取得を言うと規定されている。この規定に基づいて、日本では衛星測位システムと呼ばれることが多い。2011年、平成23年4月からは、国土地理院では、全地球型のシステム、全地球広報衛星システムを GNSS と呼称することになった。よく誤解されるが、GPS はあくまでも、 衛星測位システムの中の一つ固有名詞であり、一般の衛星測位システムそのものを指すものではない。また、一般の広報衛星を指して GPS 衛星と呼ぶこともご用である。日本の政府文書や産業文書では測位衛星と呼ばれている。衛星広報のシステムを指す一般的な用語としては広報衛星システムナビサテライトシステムが用いられることがある。 英語圏では、その衛星を、広報衛星ナビゲーションサテライトと呼ぶ。日本では、衛星広報システムサテライトナビゲーションシステムも、使用される。また、衛星システムとは、人工衛星、宇宙セグメント及び、地上系、完成セグメントからなるもので、利用者セグメントは含まれないのが通常である。そのため、広報衛星システムには、 利用者セグメントが含まれず、インフラ側のシステムを指している。これに対して、衛星即位システムには、利用者セグメントが含まれている。2000年代以降、インフラ側は、政府や特定企業が構築することが多くなり、産業上の責任を明確にするため、衛星システムと利用者セグメントを区別することが重要になってきた。衛星システムと、 利用者セグメントを合わせたものが衛星測システムである。グローバルナビサテライトシステムという用語が国際的に用いられている。米国政府は全地球広報衛星システム A グローバルナビサテライトシステムオブシステムズを特定地域向けの衛星系も含めた包括的システムと定義しさらに下記のように分類している。これは QZSS が 日本の GNSS であるとする日本の規定とも整合している地域衛星系に属する。国土地理院が定める公共測量に係る作業規定の準則においては従来の GPS 測量の用語に変えて2011年4月からは GNSS 測量の用語を使用するように改定された。なお、グローバルを全地球よりも 全球などと訳すべきとの異論が出ている。その理由は、グローブ、グローバルの本義が、球であり、その意味で、グローバルセルベアーなど、火星や月の衛星型測器の名称にも使用されているからである。対象範囲による分類は、米国の国務省や航空宇宙局による分類、中国や欧州による分類の二つがあり、全世界的には統一されていない。米国は、 GNSS のリーダーシップを取る政策を掲げて、前日の通り GNSS を一つのシステムオブシステムズと呼んでいる。これに対して中国や欧州は GNSS とは GPS グラネスガリレオ BDS の4つとし、常に複数型を用いている。なお、国際標準規格 ISO は GNSS はグローバルナビサテライトシステムとしており、 複数型ではない。GNSS を GPS グラネスガリレオ BDS の4つとし、特定地域向けのシステムを地域広報衛星システムと呼ぶ立場からすると、日本の順天調衛星システムは GNSS ではないことになる。これにより、数多くの重要な国際文書や規定において、順天調衛星システムが GNSS から除外されている。 日本国内の多くのサイトや技術資料においても、順天調衛星システムを RNSS と記載しているものがある。ここで、RNSS、地域広報衛星システムという用語は、ITU の国際標準において、RNSS は、デイテオナバゲーションサテライトシステムと規定されており、この規定と矛盾している。また、航空分野も、ICAO 条約に基づき、 スペースは GNSS の一部と位置づけられている。インドのモディ首相は2016年4月に広報衛星システムに関してエルンス、インディアンリージョナル、ナビサテライトシステムと呼んでいたものをナビッチ、ナビインディアンコンステレーションと変更すると発表した。つまり、インドの RNSS と呼んでいたのをインドのコンステレーションと変更した。 しかし、イスロ等では、エルンツという名称を使用している。日本では、産業輸出団体が問い合わせを受け、日本の広報衛星を、リージョナルナビサテライトシステムと呼ばずに、米国務省と同一の表現とし、既存の文書における記載を修正するのが良い、この指摘があった。この動向は、2018年に、バスセナーアレンジメントにおける、GNSS に関する文書案が、電子、 電気業界に回覧されたことに橋を発したもので、2018年5月以降の関連業界の会合で問題となり、GNSS に関する文書案に反対がある。全地球衛星系では、地球上空の中軌道すなわち、地上高度2万キロメートル前後の赤道面に対して55度から65度ほどの傾斜を持ったほぼ円形の3つや6つなどの軌道上に、 等間隔になるよう衛星が配置れている。地域コンステレーションでは、赤道を中心とする蜂の事情の軌道や、静止軌道が活用されている。代表的な機能は、衛星広報システムの電波を受信することで、地表面上や空中で、自らの位置を知ることであるが、それ以外にもいくつかの機能が実現できる。すべての衛星広報システムに備わっているのではないが、 以下のような特殊な機能を持つシステムがある。衛星即位システムは、利用者セグメント、宇宙セグメント、地上管制セグメントからなる。これに対して、広報衛星システムや即位衛星システムというときは、宇宙セグメントと地上管制セグメントからなるシステムを指す。利用者セグメントは、主に利用者受信機である。宇宙セグメントは、主に広報衛星である。 地上管制セグメントは、主に地上局、地上施設である。これらについて以下に詳しく解説する。フォーミュラ 6A GNSS。各システムの現状については、各項目を参照のこと。アメリカ合衆国のグローバルポジショニングシステムは、最大32機の6種類の異なる軌道平面の中地球軌道衛星によって構成される。 1978年から運用され、1994年に全地球上で常時使用できるようになった。GPS は2010年代までは世界中で最も普及している衛星広報システムであり、マルチ GNSS を採用した利用者受信機でも GPS が衛星測位システムの代名詞的に総称される場合もある。米国依存からの脱却のため、 当時のヨーロッパ共同体とヨーロッパ宇宙機関は2002年3月にガリレオと呼ばれる独自の全地球広報衛星システムを導入することで合意した。当初、中華人民共和国も計画に参加していたが後に離脱した。当初の予定では24億ポンドで30機の中地球軌道の衛星によって2010年から運用する予定とされた。GPS と共存性。 相互運用性が確保される見込みである。その後財源や事業体制などの課題により、運用開始は2012年の予定になった。最初の実験衛星、ジオベ衛星は、ロシアのソユーズロケットを用いて2005年12月28日に打ち上げられた。2016年12月25日、ようやく全地球サービス開始にこぎつけたと日本では、報道された。 旧ソ連は、米国との対抗上、GPS と同様のグラネスを構築しようとしたが、必要な衛星をすべて打ち上げる前に、ソ連が崩壊してしまい、予算の縮小から衛星打ち上げが頓挫。一部の地域で部分的に運用されていた。ロシアになってから計画が再開され、2005年には再開後発の衛星を打ち上げ、2010年9月までに24機の衛星を打ち上げ、 グラネスは復旧した24機中24機が運用中である。2011年には全世界で即位可能となり、現在は即位精度を高めるためにグラネスと GPS を併用する受信機が登場しているグロス受信機も参照のこと。中国は北斗系統と呼ばれる地域衛星系を拡張することで2020年までに 全地球規模で即位できるようにする。計画は、米道ナビゲーションシステムと中国の公式の報道機関である話者で呼ばれる。BDS は30機の中軌道の衛星と5機の静止衛星から構成される。日本には4機の人工衛星からなり GPS 等の位置情報を補正して、高精度の即位を可能とする順天調衛星システムは、 2018年度から運用が始まる。2023年度を目途に7期体制に拡張される予定である。かつて新衛星ビジネス株式会社が2002年、平成14年に設立され、高速で移動する車両の内部で精度25センチメートルとされる即位精度を用いた各種事業が検討された。最初の人工衛星は2008年、 平成20年に打ち上げられる予定であった。予算の都合で、通信、放送との複合機能衛星となっており、それらのサービスのシナジー効果が期待されていた、再産性の面から2006年、平成18年3月に放送、通信の事業化が断念され、純粋な即位衛星として利用されることになった、新衛星ビジネス株式会社は2007年8月2日に、解散し、 財団法人衛生即位利用促進センターが即位分野のみ継続。ちなみに、日本では2005年、平成17年、第44回衆議院議員総選挙の自由、民主党マニフェストである政権公約2000の52項目に国家基盤としての衛生即位の確立と国家的空間情報の備えとの記載があり、日本独自の高精度な位置測定衛星を打ち上げる。 可能性があった。日本では、その後、内閣官房に、即位、地理情報システム等推進会議が設置され、2006年、平成18年3月には、順天調衛生システム計画の推進に係る基本方針を発表した。それによると、国家が衛生即位の重要性を認識し、民間の資金負担がないとしても、 国家が衛星即位システムを整備することを宣言している。2010年、平成22年9月11日に、順天超衛星の実用試験機として初号機導き、導きが打ち上げられた。2013年に運用が開始され、2016年現在は一機体制で、L1 財布信号を送り出しており、高精度なスペース、衛星広報補強システム適利用が可能である。 今後、2017年に衛星3機が追加で打ち上げられ、2018年に4機体制でシステムを運用開始、2018年11月1日から正式運用開始し、さらに2020年に初号機の後継1機と2023年に衛星3機を追加して7機体制で運用することが決定された。ナビッチ、ナビウィズインディアンコンステレーションはインド政府の下で、 インド宇宙研究機関によって現在開発が進められている衛星広報システムである。2006年5月に政府は計画を承認して2014年に完成して運用を始める予定である。7機の広報衛星から構成される。7機の衛星は全て静止軌道から地域の地図情報を送信する。天候に関かかわらず7.6メートル以上の精度で インドとその周辺のおよそ 1500km の地域を網羅する。最終目標は、インド全域で、端末もすべて、インド製になる予定である。ドープラ・オービター・グロフィ・アンド・ラジオ・ポジショニング・インタグレイテッド・バイ・サテライトは、フランスの衛星測位システムである。中国の地域衛星系で、全地球規模のカンピス・ナビゲーションシステムへ拡張中。 航空機での精度向上を当初目的として衛星広報補強システムが運用されている。また次の地域においてスペースが計画されている。民間企業による全地球測位補強サービス公共のディファレンシャル測位補強サービス。衛星側から利用者側への情報の流れは一般的には一方向の電波によるダウンリンクで実現されている。広報信号は 衛星メッセージとコードの二つを重ねて多重化したデジタルデータ搬送波を変調して生成される。このデジタルデータは衛星時刻とコードに同期している。衛星メッセージはコードを排他的論理話によって変調することで両者は多重化される。この多重化されたコードを元に搬送波がスペクトル拡散による変調を受けて送信式広報方信号が生成される。 一般には、コードは、疑似ランダム雑音を使って生成される。疑似ランダム系列の信号は、開始位置の時刻を定めておけば、復調時に、その生成時刻を知ることができる。広報衛星は、広報信号生成の基準として、原子時計を搭載している。広報衛星搭載の原子時計には、時計バイアスの単中期的変動予測が、規定誤差内に収まる品質が求められ、 宇宙空間で長期にわたる稼働を続ける信頼度が求められる。一般に広報衛星には複数個の原子時計を搭載し、そのうちの一つを動作させるが、寿命等による信頼度低下が地上局での監視により限界を超えると判断された場合は停止させ、残りの原子時計の一つへ動作切り替えを行う。搭載しているすべての原子時計が劣化した場合には、 その後方衛星は体液とする。米国の GPS では衛星搭載原子時計の高い技術と運用実績を持ち、寿命限界の近くまで原子時計を動作させることも行われている反面、予期せず急速に劣化する事象への対処が遅れ、利用者への通知が遅れるトラブルも発生している。ディファレンシャル即位もしくはディファレンシャル GNSS と呼ばれる。 各衛星からの後方信号送信時刻に関わる、精度阻害の程度のうち、系統誤差に分類される要因、衛星の天体歴と原子時計の誤差及び大気遅延によるものを合わせた器用、和は、およそ1から7メートルに相当する範囲にある。これを、補正情報として利用者へ伝送すれば、即位計算の際に、系統誤差だけは相殺でき正確な即位に近づける、ことができる。 補正情報は位置情報が基地である地上に固定された基準局受信機における核衛星の測定値を用いてほぼ実時間的に生成し利用者へ伝送する。陸域では誤差が 1cm 以下の高精度補正情報を基準局網から生成することが日本国内ではすでに行われている。なお、ランダム誤差については補正情報、リファレンシャル即位によっては去ってきない。 即位の精度阻害の程度は、各阻害要因からの誤差の総和で決まってくる。誤差の統計的性質は、系統誤差とランダム誤差とに分類される。ここでは、単独即位の場合の、各誤差要因を取り上げる。信号基準である、衛星クロックの時刻ずれ、バイアスは、その中長期的変動値の情報が、広報衛星から送信され、利用者側で補正計算を施す。 しかし、このバイアス補正値には、多少の誤差が含まれ、また短期的変動については補正されない。最終的には、ほぼ確実に5ナノセカンド、距離に換算して1.5メートル以内に、バイアスは補正される。広報衛星から送信される、その天体歴、軌道座標の情報には、多少の誤差が含まれる。これの誤差は、視線方向成分がほぼ1.5メートル以下となる。 大気の屈折率は大気中を電波する衛星電波信号の電波遅延を生じ、これを大気遅延と呼んでいる。衛星広報システムでは、おおよその推定値を利用者へ伝送し、利用者はこれを用いて大気遅延の影響を取り除く、即位計算の処理を行う。また大気遅延の大きさは衛星視線方向が低行角になるほど増大するが、この遅延量は通常は、 延長方向遅延に、行革依存性係数、傾斜係数を乗じた形を用いて、モデル化される。大気遅延の推定誤差は、即位座標へ誤差を生じさせる。この大気の屈折率を決める大きい要因は、大気を構成する、期待中の電離電子の量である、送電子数であり、電離電子は主に電離系及びプラズマ圏に存在する。電離電子に起因する電波遅延を指して、 週刊上、電離圏遅延と呼んでいる、天頂方向ではおよそ2メートルから20メートルに相当する遅延となる。テックは、太陽黒点活動、季節変化、非変化、高度と位置による変化があり、これを高精度に推定することは容易ではない。GPS で利用者へ伝送される、電離圏天頂遅延地の推測値に含まれる差は距離に換算して、 おおよそ1.5メートル以下であるが、これを超えることもある。電離検知円の傾斜係数は、行角30度ではおよそ1.7、行角20度ではおよそ2.1の値となる。中性大気とは、大気中の電離電子を排除して考えた、大気成分を言い、主に大流系お及び成層圏に存在する。この中性大気成分も、屈折率を生ずる。中性大気に起因する。 衛星電波信号の電波遅延を指して、習慣上、対流圏遅延と呼んでいる、天頂方向ではおよそ2メートルに相当する、電波遅延となる。中性大気はさらに気体としての水、水蒸気とそれ以外の気体成分とへ2分でき、湿潤成分及び乾燥成分と呼ばれる。対流圏遅延のうち湿潤成分による、電波遅延はおよそ10%以下であり、 湿度、水蒸気分圧の寄与、すなわち、天井方向遅延は0メートルから0.2メートルの範囲にある。したがってプラスマイナス0.1メートルの誤差。利用者受信機においては、乾燥成分に比べ湿潤成分の屈折率を高精度に推定すことは容易ではなく、即位座標へ誤差を生じさせる。これらの対流検知延の傾斜係数は、行角30度ではおよそ2.0。 行角20度ではおよそ2.9の値となる。後方信号は衛星のアンテナから受信機のアンテナまで直接到達することを前提に衛星後方システムは構築されているが電波が地面や建物のような面に反射してから受信機のアンテナに達するマルチパスが起きると測定精度は大きく低下する。カーナビのような移動体での大きな誤差の主な 原因として考えられているが、個別に対処するだけであり容易に解決できない。マルチパスによる誤差は、ランダム誤差の性質を持つ。受信機及びアンテナの作りによっては、誤差の大きさは、数十メートルを超える場合がある。測量用に用いられる受信機及びアンテナでは、マルチパス誤差軽減の技術が進んでおり、ほぼ数メートル以下に軽減されている。しかし普及型の受信機及びアンテナでは、 このような技術の採用は何とされている。受信アンテナの形状に応じてアンテナ平均位相中心が変わるためフィールド研究のような精密な測量を行う場合にはキャリブレーションが必要になる。ワッセナーアレンジメントなど q c コ c m 対共産権輸出統制委員会規制を継承する安全保障輸出管理規制がある。高度以上。 速度時速 1900km 以上では、大陸間弾道ミサイルのような用途への搭載を防ぐために輸出できない。また、完成広報装置を複合した GNSS 即位端末は規制されている。米国製の武器関連品目、技術の取引を規制する米国の行政規則の一つで、国務省の武器取引管理局が所管している。全地球コンステレーションとして、 GPS、クラネス、カリレオ、北斗の4つがあり全てが稼働すると100機以上の広報衛星が運用されることになる。また、地域コンステレーションとして、順天町衛星システムやインド地域広報衛星システムがある。このような広報衛星システムの構築と維持には、多額の経費がかかるため、特定の国家や軍が関与する割合が高い。 利用者側の立場から考えれば GPS に限らず複数の広報衛星システムを一つの安価な受信機で即位に使用できれば可用性もしくは利便性や上調性が向上が期待できる。具体的には空が開けていない場所等の条件下でも利用者受信機が可視衛星、さらには精度阻害の小さい可視衛星を4機以上受信できる可能性が増大することになる。 また利用者にとって特定の一つの広報衛星システムだけに頼って永続的なサービスの受益を期待することには不安が付きまとう。例えば GPS は広報衛星の長期運用の優れた技術を有しているがその反面寿命リスクが高まるギリギリまで衛星の更新を遅らせる傾向も見られ利用者の立場では信頼度低下及び衛星数減少の不安も 若干生じている。ただし、蒸気の複数の広報衛星システムは互いに独立して運用されており、軍用、民間用の種別や有料、無料の種別や、使用周波数帯を含めた、電波特性や、基準形、時系、信号構造、高度も含めて、ほとんどが異なる仕様に基づいているため、共用受信機の設計においては、それぞれの仕様を取り込む必要がある。 しかし、今後計画されている GPS ブロック3衛星及びガリレオ衛星については、その L1C 信号の使用について、相互運用性が確保されており、共用受信機の設計は容易である。したがって、両システムが稼働すれば利用者にとって、あたかも現状の2倍すなわち50機以上の広報衛星を持つ全地球広報衛星システムとして利用できることが、 期待され、特に都市ビル街など天頂方向しか空が開けていない場所での可視衛星数の増加に劇的に寄与する。なお、順天井衛星システムの広報衛星、現在は4機体制、将来的に7機体制を、計画は GPS と統合運用を前提に設計されており、従って共通化された L1C 信号を送信するので上記の衛星群、50機以上に加えて利用できる。 ただし、信号共通使用化が、それほど完全でなくても、各国の広報衛星システムの広報信号は、中心周波数の共通化、L1 周波数及び L5 周波数、共存性の確保、CDMA 方式の採用、変調帯域幅の、おおよその共通化、及びこれらの信号の民生使用開放が行われる、見通しであり、多数の広報衛星システム信号に対応し100機 以上の広報衛星に対応可能安価な受信機も作りやすく、将来は普及することが見込まれている。最近では一般向けの GPS 受信機、L1 周波数も GPS、クラネス、スペス、QZSS 対応の IC チップの発表が始まっている。iPhone4S にも q u a コ c o m の MDM6610 が搭載され、衛星即位の受信機機能を担っている。 ネイペック ACS450 はアルストム社が開発した衛星追跡システムで L バンドから軽油バンドの帯域の周波数をカバーする走行中の車両から正確に赤道上に位置する任意の静止衛星にパラボアンテナを向けることが可能である GSM と WCDMA 携帯電話で GPS 信号を組み合わせることによってより高精度に短時間で 位置情報を提供することができるシステム。異なる規格の複数の即位システムを使用して、より高精度に即位する。GPS 信号を受信することによって、着陸を支援するシステム。着陸支援設備の整備されていない空港で視界の悪い状態で従来であれば、着陸を断念しなければならなかったような、気象状況にいても従来よりも高精度で侵入、着陸することができる。 また、着陸支援設備が災害等で被害を受けた場合や未整備の地域でも効果を発揮する。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。